エウゲニウス、フラビウス・エウゲニウス、フラビス・ユージニアス、青年不祥から394年9月6日は、ウアレンティニアヌス2世の死後に、西ローマ帝国において、西の皇帝に衰退された人物である。実質的には、西ローマ帝国を掌握していたアルボガステスの区物だった。東ローマ帝国のテオドシウス一世によって、滅ぼされた。 アウグストゥスを称したキリスト教徒としては、二階や信条を採択したキリスト教以外の諸州派の存在に対しても寛容であろうとした最後の人物である。エウゲニウスは、元は文法と修辞学の教師であるとともに、元老院議員及びに行政長官でもあった。またフランク人の軍事司令官にして、西ローマ帝国の事実上の支配者であったアルボステスの友人であった。 392年5月15日に、ウアレンティニアヌス二世が自殺ない死は、殺害によって、突然の死を迎えた後、アルボガステスは8月22日に、エウゲニウスを皇帝の座に据えた。ウアレンティアヌス二世の死去からエウゲニウスの推挙までに3ヶ月の空白期間があるのは、自分が次の皇帝に指名されるかもしれないという期待を、アルボガステスが抱いていたためと燃えられる。 それにもかかわらず、友人を皇帝に推したのは、384年に、テオドシュース一世から、共同皇帝、384年から388年に公認された、元ブリタニア軍指揮官のマグヌス・マクシムスが、わずか4年で、共同皇帝のテオドシュースによって打ち倒された記憶も、新しく、自分自身が皇帝になるよりも区物を立てた方が良いとの、 計算によるものと考えられている。アルボガステスにとって、自分自身ではなくエウゲニュースを皇帝に推挙することには、上記の理由の他にも二つの大きな利点があった。一点目は、フランク族出身であったアルボガステスより、ローマ人であったエウゲニュースの方が皇帝にふさわしいと考えられたことである。当時のローマ帝国においては、未だ民族出身の皇帝を擁立するには、 時期尚早であり、ローマ人の反感が少なくなかったので、ある。二点目は、元老院もアルボガステスより、エウゲニウスを支持すると考えられたことである。すでに栄光は過ぎ去っていたとはいえ、ローマ元老院の知性や財力、影響力に勝るものは、ローマ帝国内にはなく、エウゲニウス自身も元老院議員であった。アルボガステスにとって、エウゲニウスを皇帝に擁立したことは、 元老院対策の面が非常に大きかったのである。皇帝に選出されると同時に、エウゲニウスは帝国の主要な行政官を入れ替えていった。テオドシウスは、ウアレンティニアヌス二世に西ローマ帝国の統治を任せたとき、自分の腹心を政府高官に据えて、帝国全体を掌握したが、エウゲニウスはこれらの人材を自分に忠実な者たちに変えていったのである。その多くは、 元老院階級出身であった。第二コマコス・フラウィアヌスがイタリアの新英大長官に、その息子、小二コマコス・フラウィアヌスがローマの長官に、また職官長にはヌメリウス・プロイエクトゥスが新しく就任した。エウゲニウスも名目上はキリスト教徒であったため、帝国外教を公的に支援することに関しては乗り気ではなかった。しかし部下たちの進言により、 フォロロマーノにあるエノスとローマ神殿の再建やグラティアヌスによって元老院から撤去された勝利の女神ビクトリアの祭壇の返還といった古代ローマの伝統的宗教のための事業に資材と公的資金を投入するなど寛容な宗教政策をとった。エウゲニウスがローマ市民や元老院から支持を集めるにつれテオドシウスは西ローマ帝国での支配力を失っていった。 こうした姿勢は、テオドシウスや強い影響力を持っていたミラノ司教、アンブロジウスとの関係を悪化させた。エウゲニウスが、権威の承認を要求するためミラノを訪れた時にも、アンブロジウスは面会することを、潔しとせず、エウゲニウスの没落を予言して、ミラノを退去した。テオドシウスは、アンブロジウスの、こうした高潔さと、高端さに感銘を受けており、アンブロジウスも、 テオドシウスを支持していたため、結果として、教会と帝国の結びつきは強まることとなった。また、エウゲニウスは、軍事面でも成功を収めた。特にアラマンニ族やフランク族との古い同盟を更新したことによって知られる。フランク族出身であり、アラマンニ族やフランク族の戦士を部下に持っていた、アルボガステスは、ライン側の国境線まで行軍し、その面前で、 軍事力を固持して、ゲルマン人に印象づけることで募した。皇帝に選出されて、すぐに、エウゲニウスは、伝統に従いテオドシウスの宮廷に使者を送って、承認を求めた。テオドシウスは一応越見はして、贈り物と偽りの承認を与えたものの、エウゲニウスを打破するための軍勢を召集し始めた。さらにテオドシウスは、エウゲニウスに対抗させるため、 翌393年1月に自分の息子ホノリウスに西の聖帝としての称号を授けた。また、ウアレンティニアヌス2世を自殺に追い込んだか殺害した疑いがアルボガステスにはかけられたが、三ヶ月の空白期間にテオドシウスが何ら行動を起こしていないことからも、殺害容疑はアルボガステスとの対立が明らかとなった後に加えられた罪状と推定されている。 その後テオドシウスはコンスタンティノープルから軍隊を引き、フリギルス下半でエウゲニウス・アルボガステスラルニシローマ帝国軍と対峙し394年9月5日にフリギルスの戦いとして知られる海戦が始まった。愛知に牢城する西ローマ帝国軍を圧倒的な大兵力を要した東、ローマ帝国軍が包囲する形であった。初日は 怒りに駆られたため数に任せて、無策な攻撃を仕掛けたテオドシウスに対し、老練な指揮官であり、その上降伏して、許しを請う余地のなかったアルボガステスが前線した。しかしその日の夜には、アルボガステス旗元の将校数人が、身の安全の保障と引き換えに、テオドシウス側へ願えると申し出た。さらに戦闘二日目には突如として、猛烈な突風が巻き起こった。 アルボガステス軍は放った矢が自陣へ吹き戻され、左人で前が見えなくなるほどであったと伝えられている。この強い追い風によって勢いづけられたテオドシウス軍が攻勢に立ち、西ローマ帝国軍は壊滅した。敗北を悟ったアルボガステスは数日間の逃亡の後に自決した。降伏して感情を願ったエウゲニウスも国家反逆罪で戦勝帝として処刑され、 テオドシウスの兵営に首をさらされた。エウゲニウスの知性は、一つの時代の終わりと、新しい時代の始まりを告げるものと言える。エウゲニウスの当意は、ローマの伝統的な多神教徒や、その信奉者が未だ多く残っていた、元老院にとって、帝国のキリスト教家に講習る最後の機会であった。またフリギルスの戦いは、ローマ軍における、 外人部隊の増加傾向の現れである。元修辞学者であったエウニニュースに代わり、実質的な西ローマ帝国軍の指揮官であった、アルゴカステス・フランク人であり、テオドシウスの軍勢における、主な将軍の顔ぶれも、後にローマ軍の総司令官を経て、西ローマ皇帝、ホノリウスの摂政となる、バンダル族出身のスティリコや、西ゴートのアラリックなどのゲルマン人であった。こうした、 異民族の傭兵の増加は、特にその傾向が強く見られた西ローマ帝国では、皇帝権力の弱体化の原因となってゆく。テオドシウスは392年に即位したエウゲニウスへの対抗策として、翌393年1月には自身の息子ホノリウスにアウグストスを名乗らせた。そして395年のテオドシウスの死去に伴い、アルカディウスは東ローマ帝国、 このリウスは西ローマ帝国をそれぞれ相続した。複数の皇帝による帝国の分担統治と再統一はそれまでにも何度か見られたが、この395年の分担統治がローマ帝国の最終的な東西分割と呼ばれている。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。